はい、いろこねむとです。普段僕はブランドの営業と PR を担当してます。よろしくお願いします。はい、今日ご紹介するのはシネマスタッフさんとの、コラボレーション企画になります。ここ最近物販でコラボレーション T シャツを販売していただいたりですね。あとはライブ衣装としてご使用いただいたり、MV の撮影ですね。の時にも衣装としてご着用いただいたりをしてます。今回はどういった内容かといいますと、先日みずきさんのインスタグラムで返してのショートバージョンが公開されたと思うんですけど、ご着用いただいてたこちらのガラシャツを限定1名様にプレゼントさせていただこうという企画になってます。いや素晴らしいですまだみずきさんの動画を見てない方は、概要欄にリンクを貼っておくのでぜひご覧ください。で、うちのインスタグラムのアカウントも貼っておくのでそちらの方に、詳しい応募方法だったりが書いてあるのでぜひご覧ください。軽くここで説明させていただくとですね、まずこの水木さんのアカウントと僕らの、色恋のアカウントをどちらもフォローしていただいて、で、うちのアカウント内にこのプレゼント企画の投稿があるんですけど、そちらをこの色恋のプレゼント企画っていうハッシュタグとアカウントをタグ付けしていただいて、リポストしていただきたいと思います。この時にですねリポストアプリを使っていただいてもいいですし、スクリーンショットで画像を保存して投稿していただいてもいいので、どちらでも構わないので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいです。よろしくお願いします。でこちらのシャツに関しては、水木さんの方でもこれからあるライブでもご着用いただけるみたいなので、見たら見かけたら、あ、色恋のガラシャツだと思っといてくださいお願いします。で、この企画が立ち上がった時の話ですね、少しせっかくなのでさせていただこうと思います。そもそもはですね、やっぱりコロナの影響で自粛要請が出されて、でその時にシネマスタッフさんたちもライブ活動がねできなかったりとか、そのおかげっていうのもちょっとおかしいですけど、 YouTube で公開レコーディングを見させていただいたりとか、あれもすごく良かったんですけど、この前もあれですね、ライブ配信でライブ映像を配信されて、もちろん見させていただいたんですけど、そうやってなかなかこう普段通りの活動ができないっていうのがミュージシャンの方々でもあったと思うんですよ。で僕らも普段娯楽品というか洋服を販売してるんで、どうしても店舗を開けられなかったりとかっていうのがあったんで、お互い業種は違うけど、なかなか厳しいですよねみたいな話をさせていただいてて、で自粛が解除された時に実はこっそり水木さんに来ていただいて、でこちらのシャツを選んでいただいたんですよ。実はコラボレーションの話がまとまってて、これ着て動画撮りますって言っていただけて、本当に感謝です。ありがとうございます。でそんなこんながあってですね、水木さんの方で動画を用意していただいて、で公開に至ったということなので、僕らもね何かご協力できないかと思って、こういうふうにプレゼント企画を立ち上げました。なので、一緒に盛り上がれたらなと思うので、皆さんのご応募ぜひお待ちしております。はい、今日はこんなところになります。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまたね。